はい、始まりました。今日のワンコンテニュー、本日お送りするのはこちら、マイティファイナルファイト、カプコン1993年6月11日。下手すりゃもう、あ、でもそっかロックマン6とどっちが新しいっていうか最後、あのファミコン最後かな、どっちかが最後でしょうね。まあもうすでにあのね、スーファミでも、まあなんなら最初、その前にアーケードか、アーケードでファイナルファイトっていうのがあってからの、まあそれをあのファミコンでも遊べるようにみたいな感じで作られたものなのでしょうか、わかりません。はい、こんなパッケージです。はい。はい、というわけでやってまいりましょう。ガイと、あれ誰だっけこの人。誰だっけこの人。ストゼロスリー、スト、わかんない。でも出てきた人、あとハガーだよね。誰だっけな、名前思い出すからね、やってるうちに。よし、やってみましょう。今日のワンコンテニュー、1回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームでしょうかというのをお送りできればとやっております。巨大都市メトロシティ、その市長であるマイク・ハガーのなんてらかんてら、とびに美しさと明るさで、なっていた。なんやかんや。気づいた人間はまだ誰もいなかった。誰だろう。ああ、もうカプコンのファミコンのやつだね。我がマッドギアのやり方。ジェシカちゃんか。誰だこれ。ソドムとかバーディーとかってファイナルファイトのキャラだったっけ。ロレントモか。あ、コミカル。あ、コーディーね。だったね。ジェシカ殿、お助けせねば大変なことになる。誰でやろう。これってキャラクター決まってんのかな。3人の愛をかけた戦いが始まったのであった。あー、かっこいい。この曲どうだろう、あのファイナルファイトあんまりやったことなくて、この曲がそのアレンジかかって、元のファイナルファイトのアレンジがあるのかどうかとかあんまりよく分かってない。マイク・ハガーの娘ね、娘って書いてあったのね。よし、というわけでやっていきましょうか。あ、タイマーやってない。まあいいや。ベルトスクロールアクションってことはあんまり多分、長生きできない。よし、やっていきましょう。あ、喧嘩の天才で重いパンチと華麗なナイフさばきが武器。素早い動きと多彩な技で攻める忍者の血を引く格闘家。豪快な破壊力を誇るプロレス技を使う熱血市長。豪快すぎるよな。服着なさいよ、あんただけ。こんな曲だったんだ。まあだからノーマルタイプ、スピードタイプ、パワータイプってことだよね、多分ね、簡単に言うと。じゃあまあノーマルタイプでいきましょう。ちょっと分かんないし、じゃあコーディで。あ、なんか衝撃波出した。待ってよ。 B ボタンがパンチ、 A ボタンがジャンプ。あ、ジャンプキック、A ボタンと B ボタンで旋風脚。これって何回でも使えるのかな。あ、下に経験値がある。うわ、ちょっとベルトスクロール苦手なんだよね。ちょ、一面から敵がちゃんとヒットアンダーウェイしてきやがる。こっちはもう置き攻めでいった方がいい。横2回でダッシュじゃないか。どうしてもクニオ君的な動き、危ね。クニオ君だったら横2回出したから、あの感じでやってしまう。あ、ロレンドじゃないこれ。大丈夫？お、危ね。あだ。回復アイテムとかないの？危ね。トウ。あ、プレイヤーかけ5って書いてあるな。もう旋風脚みたいなやつって回数制限あるか。ものによってはね、膝技使うんで、こっちのライフをちょっと削らないといけないみたいなのあるかも。タートルズとかのやつがなんかそうじゃないかな。どうしても敵がチャリンチャリンでお金を落とすのを待ってたの。浮き攻めで倒してからの浮き攻めで。
も結構ちゃんと最初の方は遊びやすくできてるな。後の方がどうなるか知らんけど。うわ、ちょ、ストアンドウェイやめてよ、お前。わお、やれた？キー。あ、やられてからこう登場の時に敵が一旦吹っ飛ぶんだ。あ、これでもう良くない？よし、あ、なんかリロリロリーン言うた。なんだろう、回復した。なんかどうだ、ムービーナウオープンって書いてある。リバティって書いてある。パーク、これはしごは別に違うらしい。あ、痛い。なになになに、痛い。ダメージは食らわない。なんだこれ、イライラ棒か。イライラ棒ではない。なんか障害物競争か。ゴー。あ、なんか見られてる。でかいの来たよ。あ、でも別にでかいからといって今度倒れにくいとかじゃない。突進してくるでしょ。よし、このお供のやつは無限枠のかな。あ、お供のやつは無限枠ね。どっちかっていうとこのお供のやつのヒットアンドアウェイの方がやばい気がする。トウ、あった。やばい、一発がでかい。一発の水平チョップがでかい。あぶねえ、あ、いって。軸ずらして、あ、やばい、危ない危ない。走ってくるのを一旦待った方がいいか。あぶねえ、それ一発食らうとでけえな。一回逃げて逃げて、ノーモーションでやってくるからね。よし、いける。よし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 、やったか。え、これボスじゃないの、もしかして。うわ、なんかやべえのもいる。なにそれでダメージ食らうと思うよ、結構。その高さから落ちたら。あ、お前はさっきの誰誰誰。あ、なんか曲がかっこいい。ゲヒ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 言うとるよ。ダムド敵、あー、知らないな。どうだ、参ったか。じゃあ参りました。はい、そうだ、俺は偉大なんだ。なかなかアホな子だな。なかなか見どころがありそうだ。ほう、わかるわかる。はい、そのつもりないくせによく言うな。そう、騙せなかった。あ、経験値、うわ、経験値が下にあるな。でも結構ワンパクな動きしてきやがる。こう、やつのジャンプに、あ、痛い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 、置き攻めができない。あ、そっか、扇風客やった方がいいか。あー、ダメだ。置き攻めやろうとするとそれ食らう。このジャンプキック迎撃しかできないか。じゃあでめ、起き上がりの時に近づきすぎないように。あ、こう、こうか、こうか。あ、やばい、危ねえ。はい、近づいたらいいか。とう、地味な作業やな。とう、無駄に近づかないぞ。残機を減らさないぞ。トン、トン、あ、やべ、だから今ジャンプ力が横に行かなかった。トン、油断しない油断しない。トン、
来た。あと一発か。油断すんなよ。一発食らったら終わりだな。よし、どうだ、まだか。あと一発か。トーン、やったか。ランド1クリア。いい、これで一面クリアか。2機死んじゃったな。さすがに回復してくれるでしょ、次の面に行くのに。今のがスラムか。で、これがリバーなんちゃら。あ、回復した。よし、キープアウトって書いてある。なんか技が増えたりしてんのかな。いい曲。やべえ、まあ、ナイフ、あんたバカ。ナイフそれくれないよ。あぶねえ、何その技。あ、なんか、あれ、誰だっけ、ポイズン。後のスト4にも出てくるやつ。あ、アンドレって出てきたんだっけ。人がやってんのをたまに見るぐらいだからあんまよくわかんないんだよ。ストリートファイターシリーズに出てくるてキャラクターって。いて、前も言ったけど、ストリートファイターのキャラクターのあのストーリーだけ知りたい。あんだけたくさんいれば、ね、誰がどんな人なんだろうっていうのだけ知りたい。まあ、さすがストーリーモードやりゃ分かるとは思うんですけど、格闘ねクリアできる気がしない。難易度落とせばまあどうなんだろうね。あ、投げ技あんじゃん。あ、近づいて、あ、でも使いにくい。そっか、投げ技がないと歯があのあれが使えないもん。こいつガードすんだよな。あ、でも体力は少ないな。色違い。ナイフの使い手っていう設定はいきないな。そういえばナイフが武器が見当たらない。よし、あ、ひろりより。レベルが上がるととりあえず体力は回復するんだね。で、どうだろう、なんかパラメータも上がるのかな。攻撃力が強くなったとしても、どうせあの敵の方も硬くなるんでしょう。なるほど、投げ強いな。投げ方はあれだね、あの国尾くんの格闘伝説とかと似たような感じか。こうひるませといて掴んでドン。ひるませてからのあれ掴んでドン。もうポイズンだっけ、あのなんかアクロバットの動きとかしてこないね。ピョンピョンショーンみたいななんか動きとかしてきそうだけど。わ、でかいの来た。アンドレ、こいつ一アンドレするから嫌い。危ない。あ、お供のやつの無限湧きあるとしいな。でもレベル上げようと思ったらあえてこのボス的なやつを倒さずにこのお供のやつをさばくことによりレベル上げるっていう手もあるのかな。どこなのこのパーキングとかは。なんか変な障害物競争。あ、これ壊せたのかな、もしかして。
うわー、またナイフの人だ。どう？危ねえ。敵には当たらないの、そのナイフは。延長線上に敵がいれば当たってもいいんじゃないの。危ねえ。スライディングとかしてるのこいつ。よしよし。危ねえ、危ねえ。あと2機か。え、RD ってなんだ？お？ボスっぽい。ファイターって書いてある。あ、そのもんじゃん。お前か、マッドギアに歯向こう愚か者は、はるか愚か者は、歯向かう愚か者は。日本かぶれの刀野郎か。あ、刀なんだ。じってでないんだ。我らはマッドギアの恐ろしさがまだ分かってないようだが、よかろう、そのヘラズ口ごとぶった切って分からせてやる。突進キャラで投げキャラ、リーチが長い。こいつは置き攻めしていいか。あ、多分それができなくなってんな。ほい、あっ、あ、突進の水位が来たら逃げた方がいいな。入った。ちょっとリーチがなくてずるい。対策がわからん。対策がわからん。リーチの外からやられる。どれだ。前に来た時にかますとか、ここでかますのか。これしか当てる手段がないなら、あったー、やばい。よしよしよし、今のはまぐれ。危ない。ふう、いた。振り返り早くない。よいしょ。いけっか、これ残機ゼロでしょ。安全に安全に行ければいいけど、一発食らったら、あと多分二発食らったら死ぬね。危ねえ。はいやー、いっちゃ、うわ、一発でやられた。マジで。あ、クレジット3って書いてある。うわー、大変そう。これ何ステージなんだろう。さっきの最初の地図見た感じ6ステージっぽかったけどな。一応一面の感じベルトスクロールにしてはちょっととっつきやすいかと思ったけど、やっぱりちょっとやばい敵出てくんな。でもなんか対策あるんだろうな。どっかで距離取って迎撃するみたいな。はい、というわけで、まあ一回ゲームオブになりましたので、今日の更新はここまでです。はい、というわけで本日お送りしてきたのはこちら、マイティファイナルファイトというですね、作品でした。もしかしたら今ゲットしようと思ったらちょっとお高いのかな。それとも、任天堂スイッチオンラインとかで、まあ他のプレイステーションストアとかでもいけるかな。カプコンベルトスクロールコレクションとかの中に含まれてるかどうかちょっと私は調べてないので分かりませんけどね。まあ今でも遊べる手段があれば、まあ、ファイナルファイトの派生作品変わり種として楽しむのもいいのではないでしょうか。というわけで、はい、本日の講習は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。